い、こんばんは、お茶です。今日は日本の人工知能 AI がめちゃくちゃ進んでるっていうことをね、皆さんにご紹介したい。パソコンで描いた絵に色をつける作業ってすごく面倒じゃないですか。それを今や AI 人工知能で人や服を勝手に認識して自動的に着色してくれるっていう機能があるんですよね。はい、というわけでこちらなんですが、左の画像から右の画像、わかります？この素晴らしさ。このプロセスっていうボタンを押すと自動的に服や顔を認識してくれて変換してくれるんですよ。こんな素晴らしい技術活かせない手はないということで、僕も実際に絵を描いてみてどれぐらいすごいのかということを検証していこうと思います。はい、早速人を描いていきます。これはまあ下手だけど人に見えんじゃないか、さすがに。さあ変換しましょう。はい、さあ急遽に直して今度はキャラクター描こうかな。僕ドラえもんはね相当うまい自信がある、本当に。はい、キャラクターは認識するのかというところですね。いけ。うん、はい、というわけでやっていったんですが、まあこれ普通に自分の遊びとしても面白いし、絵が上手い人だったら本当に変換してくれてすごい便利っていう可能性もあるので、ぜひこのサイト使ってみてください。お茶タイムのチャンネル登録と Twitter フォローよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。